さあ始まりましたマッチボイス、イエーイ、よろしく。それではまず最初に今日も自己紹介をしてまいりましょう。はい、まず僕から。どうもおはようございます、伊藤健人です。今日はよろしくお願いします。そしてランズベリーアーサーです。よろしくお願いします。イエーイ。土田レイヨーです。よろしくお願いします。小林大輝です。よろしくお願いします。そして最後に神尾慎一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこの5人で静岡市清水と日本平の街の魅力を伝えていきたいと思います。ね、不思議な5人です、ね、不思議な5人だけども、まあ、慣れ親しんだのは5人じゃないですか。顔は見知っておりますからね。はい、きっと楽しくなることでしょう。楽しく旅してまいりましょう。このハグコーヒーさんでいただいております。こちら僕が何飲んでるの？カフェラテをラテ注文しました。そしてアーサーはアメリカーノを注文しました。アメリカーノ、アメリカーノ飲んでる例は何それ？抹茶ラテでございます。このあと、大輝くんそれもしかして一人だけ？コールドドリンクバナナシェイクです。大輝くん息が白いですね。そして僕はカプチーノ飲んでおります。はい、いただいております。すげえ美味しいですよこれ。めっちゃバナナ。すげえ。バナナシェイクと抹茶ラテが売りらしい。あ、本当に？そうなんで、抹茶ラテちゃんとしっかりと苦味もあって美味しいです。バナナ色見て分かる通り、マジでバナナ絞ってるみたいな。しっかりバナナ色してる。すごいリアル。まんま美味しそう。今回は食べ物も用意してもらったんで、多分5人分あるんじゃない、はい、5人分、ね、5人分あるんですかね。5人分ないみたいなので。え、そんなまさか今ね、3つしかないことが確認されて。なんで5人呼んだんすか。はい、じゃあじゃんけんしよっか。じゃんけんする。食べ物紹介してよ。何の食べ物？朝ごはん争奪の、さあ食べ物、まずね、あれだよ、これ1つ目が、ハムチーズサンド。大輝が持ってるのがハムチーズサンド。美味しそう、チーズめっちゃ濃厚。レオくんが持ってるのが、クリームチーズベーグルサンド。そう、このベーグル自体がほうれん草とか。本当だ、緑だ。ね、練り込んであるやつ。すごい。で、神尾さんのが、これ照り焼きチキンサンドイッチ。あ、うまそう。絶対うまいやつ。一つだけ肉。じゃあ、それでは、じゃんけんすっか。はい、ここでしょい。はい、ここでしょい。はい、ここでしょい。マジか。せーので指さそう。はい、せーの。飲み物と食べ物をいただき、冷めてるから冷めてるから。今回は改めて静岡市清水と日本平にお邪魔しているんですけれども、いただきます。この清水、日本平と聞いて思い浮かぶものはありますか、皆様？静岡だったらやっぱ富士山もそうですし。そうですね、お茶、お茶もそう。桜エビとかもそうだね。あとうなぎ、うなぎ、あとはささみもそうだし。今からまあいよいよ本格的に回っていく、待ちぶらするわけなんですけれども、うん、今日は5人いるので2班に分かれて、お、ね、みんな一緒じゃダメなんですか？そうなんです、班分けを発表します。全然興味ないじゃん、食い分け食べつつでいいから。A チームは、はい、僕、伊藤健人と、ランズベリー、アーサー、はいはいはい、そして神尾慎一郎の3人で、この年長組、年長組だ、年長組、そうなんです、確かに年長組だ。でそして B チームは、小林大輝、土田レイヨーで回っていってもらいたいと思います。なんか見たことある2人だね、これね。そうですね。こっち、エジから弱くないですか？エジからじゃないよ。エジから街の魅力を伝えるんだから大丈夫。街の魅力だから、街の絵が強ければ。そう、街の絵が強ければって意味が分かんないから。街の絵が強ければ、何街の絵が強いって。街の絵が強ければ、今日はほら映像あるから、自分で絵描かなくていいんだよ。そう、絵描かなくていい。変なことある。絵描かなくていい、そういうことじゃねえわ。最後にはまたみんなで合流するので、うん、その時にお互いの回ったところの場所などを思い出語り合ったらいいんじゃないかなっていう。それよりも先にもう食べ物の話をしてくれよ、食べ物の味気になるよ。実は負けたんだもん。食べてみ。ダメだ、負けたから。クリーンだ。負けたからそこはもうなんか、ね、満足して受けれるよ。僕クリームチーズのベーグルだけど、ほうれん草が練り込んであるのが、あんまね、ほうれん草の練り込んだベーグルで食べたことないから、すげえうまいです、マジで。これだってそのベーグルの色ちょっと緑っぽいもんね。そう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 、ほうれん草色入ってて、すげえ美味しいよ。練り込んであるのいいじゃん。大輝はこれね、
チーズがめっちゃ濃厚なのと、あ、チェダーチーズこれ、そう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 、うん、へー、あと、結構ね、胡椒が効いてて、あー、確かにそうなんだ、いい感じ、本当に結構味濃いめな感じでいいんだね、うん、辛め、いいじゃん、そしてすげー食べ進んでる、レオ、合う合う、黙々と食べてるけど、めっちゃいいしね、え？え？何？なんで？あの、なんかついてるよ、ここに、ここについてるよ、ここに、もうどうやったらそこつくの、ここに、もうお茶目なんだからよ、ですね、あ、ついてた、ほんとだ、味はどう、それで、ですね、投げんなレタスと、お肉と、マヨネーズと、パンのハーモニーが素晴らしい、下手くそ、素晴らしい、はい、次行きましょう、今からカメラを渡します、 お互いの班に一つずつ、はい、で、それで、道中で撮って回れると、なるほど、旅の記録を残すというわけね、スナップショット撮っていくので、ね、もう撮る写真は本当に自由、ね、特に本当に景色であっても魅力を伝えればいいでしょ、そう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 、ね、準備もまだ整っていませんけども早速街ブラにこれから出発行ってきます、行ってきます、行ってきまーす、ふんっと、さあ、清水駅に着きました、はい、さあ、静岡県といえば、まあ、富士山が有名ですけれども、うん、今日行く方向は逆です、逆、海、港の方に行きます、いいね、いいじゃん、このね、清水は マグロが有名ということを聞いたので、船が入ってくるんですよ、冷凍のやつが、今日はそちらの市場の方に行ってみたいと思います、はい、イエス、あ、磯の香りいいじゃん、磯、なんかいい匂いする、いい匂いする、いいね、はい、3分、はい、あ、サバ行っちゃって、サバチョッ、さあ到着しましたよ、マグロの中に入りまして、こちら大ちゃん、大ちゃんにやってまいりました、マグロ天国、大ちゃん、いいね、もうね、いっぱい置いてあるもん、ここに、おう、こちらでもういいじゃん、食べよう、マグロ食べよう、食べに食べよう、しかいない、行きましょう、食べよう、食べよう、入っちゃっていいの、行こう行こう、えへい、お願いします、よろしくお願いします、お腹すいたよ、やばい、楽しみ、まだですね、来るよ来るよ、そろそろじゃないの、来た来た、オッケー、いました、うわ、すごい、いいね、そう、めちゃで、ちょっと撮ろう、ちょっと撮ろう、めっちゃいいじゃん、これはちょっと撮っとこう、いいね、全部マグロだもんね、多分、これいいですね、すごいよ、マグロ以外も入ってるね、これもいいね、これも魚だよね、多分、魚、シラス丼もある、めっちゃ高そう、これこんなボリュームだと思ってなかった、マジで3つ来るの、マジで、おー、熱い、うわあ、それもいいな。ぶりです。すっごい。はい、失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。これすごいね。もう溢れてるもん、丼から。完全。ウェイ。ウェイ。そしてこちらが。さあ。どれがどれ。マグロ尽くし丼。マグロ尽くし丼。あれも来た。マグロオンリー。これもね、お椀も来るから。お椀も。私が選んだものは、こちらです。こちらの海鮮丼です。見えるかな？見えるかね。なさ。やばいやばい、いくらが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 、そしてはい、こちらです、丼、マグロ漬け丼、特上本マグロ中トロ丼、いいね、いいじゃん、そしてで、こちらちょっとお渡しして、こちら舟盛りをね見せます、こちらでございます、いいね、大ちゃん丼中トロ丼にこちら定食ということで、はい、じゃあ私すいません、いただきます、はい、食べますか皆さん、食べましょう、ではいただきます、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 いや、港といえば、港といえばでもやっぱこういう汁物もね、大事ですよね、魚介に出汁効いてる、よし行くぞ、こちら絶対美味しい、うん、めっちゃうまい、じゃあちょっと僕このおマグロカツ、マグロカツ、マグロカツを、マグロカツ気になるね、確かに、このまま食べてみよう、これ横で含まれてるから、そのまま行ってみたら、とりあえずね、
と、あ、もう全然このままでいけます。いける。それ戻ってきた。もう食べ放題らしいから何いた。最高じゃん。これ食べ放題だ。マグロカツ。天国かよ。マグロ天国だよ。来ましたね。食べちゃって。うん、無限に食べられるやつだよ。無限ですね。これは、ね、中トロ。これ中トロ丼。一個ちょうだい。一個ちょうだい。いただきます。うん。舌の上でとろける。今日来るまで、あんまりそんな。めっちゃうま。静岡ってやっぱり、うん、なんだろうな、お茶とかうなぎのイメージはあるけど、あんまりこうマグロって言われると最初ピンと来なかった。そうだね。そうなんだよね。でもね、マグロめちゃくちゃ取れるんですよって話を聞いて。しかもアート君ともさっき話してたけど、うん、駅からこんな近いんだねっていう。ね。そう、駅から本当に歩いて5分ぐらいですかね。5分。歩いて5分ぐらいの距離にこんな海が近くにあってね。うん、びっくりしたよね。清水港最高にいい。本当にマグロ天国だもん。ヤマさん、いらっしゃいませ。おー、いただいております。大将、すいません、ね。めっちゃ食べてます。早い。早い。早いですね。ごめんなさい、もう本当お腹空いてるんで。めっちゃうまいっす。なんで食べ放題にできるんですか？最初オープンの、そのオープンセールで、最初マグロカツ食べ放題を始めたんですけども、で、やめようかなと思ったら、やめとき。もうお客さんからもう、ないの？やめないでくれ。いろいろその採算とか大丈夫なんですか？で心配になるぐらいの大盛りですよね。採算とかはそれはちょっと、まあ、ちょっとどうなるね。それいけないです。ちなみに大ちゃんさんですか？はい、大ちゃん。そう、大ちゃんかなと思って今大ちゃんって言ってみたんだけど大ちゃんだった。あ、大ちゃんだった。よかった、大ちゃん会っててよかったと思う。ありがとう大ちゃん。ありがとう大ちゃん。ありがとうございます。めっちゃフランクに来るじゃないですか。いやごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃいいわ。お腹いっぱいだね。美味しかった。これだけのために静岡来るの全然日帰りで来れると思った。東京から言うて新幹線で1時間ぐらいだからね。パッと来やすい距離ではあり。いいわ。マジ。行こう行こう。ね、でここから先は隣接している市場に。お腹はね無限に減るからね。魚はね、こういいな。見るとね、見ててもね、食欲湧いてくるよね。すげえ、キラガイでか。すごいでっかいね。キラガイでか。美味しそうだね。いいね。いいじゃないの。すげえ。あ、欲しいマグロ。もう食べたい。漁獲高日本一。桜エビとかもすごいっていうよね。桜エビもすごい。エビも？エビもだよ。そう。シラスもでしょ。シラス。美穂さんです。いいですか？食べても。マジっすか？すいません。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。そんなに行く？そんなに。どうぞどうぞ。こんなに行くれですか？いやいや、そんな申し訳ないですね。めっちゃ気前いいですね。ありがとうございます。いただきます。うまっ、うまっ、うまい。ダメだ、無限に食べれる。ね、このしらすって日本のしらすなんだけどさ、うんうん、あのちょっと一番出すのとは別に減塩で入れてもらってる、うん、天然塩だけど優しい味してるし。ほんと、スーパーでこういう塗ってないからね。だから甘塩仕上げ。そうですね。 ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。頑張ってください。めっちゃうまい。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいわ。いや、ほんとに美味しい。しかも人がだから優しい。そう、うん、ありがてえわ、うん、ありがたい。すいません。笑顔が素敵な人しかいないです ね、どうも。なんかお昼だけに来たいもん、ここに ね、食べ歩きしたらも食べ歩きしたら、うん、楽しい。いいな。さあ、ここはどこでしょう、アーサー君。まあもう、ここ明らかに寒い場所だからね。もう大丈夫、この格好でみんな。うちらでも今、息、白い息映ってると思うんだけど、ね、さあ、これね、行きますか。中にじゃあ、早速行くよ、これを。おい、ついてこいよ。すー、寒い。マイナス60度あります。60度。この格好でいられるのは 1,2 分でございます。滑る結構滑るんでね、これすごいね、これはすごい。いやこれはあっと、すごい、見てください。おマグロが、冷凍のマグロがたくさん。あっちもでしょ。ね、すごい、全部マグロか。そう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 。さすが。なんか単純に漁獲だか。寒いっていうのはそうなんだけど、はい、その寒さよりもなんか息苦しさを感じるね。呼吸がしにくいよね。そうそうそう、やっぱまだ肺が冷たい空気に慣れてないのかわかんないけど、ね。不思議な感じする。すごい。だんだんこれパリパリしてくるね。はい、なるなる。パリパリしてきた。多分そのうち凍ってきますよね、いろんなものはね。じゃあダッシュ借ります。いいよいいよ、撤収。撤収撤収。あ、すごいすごい。あ、あったかい。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 あかんあかん。いや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 。やっぱ入ると楽しいですね。楽しい。楽しいけど。あの
長くは入れない ねそうだね。なんか最初寒いって言ってたのに暖かいですもん今、うん、ここが暖かい。だって服めっちゃ冷たいもん今ね。キンキンに冷えてる。これかうわこれかわやばい。顔キンキンに冷えてるよ。この顔やばい。すげえ、はい、うわ冷えた。いや面白かった。すごい、よし。いやこん中で作業するんでしょ。すごいな。本当に半端ないですね。尊敬だね。尊敬する、はい。じゃあちょっと次のいますか。また次の場所に行きたいと思います。よいしょ。ご覧ください皆さん、はい、左後方に富士山があります。おーいいね。いやー綺麗だ ね、 いいですね。まるで絵画ですよ。アンカーと富士山とかすごいじゃん。あの絵面でっか。いやなんか絶景だね。なくないですか。これ海、鳥、アンカー、富士山もう欲張りセットです。欲張りセット、いいじゃん。いやー収めるよ収めるよ、いいね。やっぱ海ってなんかいいね。気持ちが晴れだからね。気持ちがいいよ。気持ちがいいよ。ただの海じゃないし。ね、すげえな。いやでもほんと雲の影とかの陰影がすごい綺麗。水上バスとか乗ったことある？水上バスね。東京だと、うん、ほら浅草とかの方に。ねえ。それかちょっと港未来の方行くか。そうそう。あっちの方の遊覧船があったりするけど。でもここまでこうなんだろう絶景を見に。ね、乗るっていうのはあんまない。ないですね。ほら水上バス乗った時点でも絶景という感じだから。大体ね。続いて僕らも行きたいと思います。思います。レッツ移動。移動。移動移動。移動移動。移動移動。いやー、見て見て、いちご狩りパーク。ねえ、いいじゃん。いいじゃん。いちご。いちごですよ。ちょっとね、スイーツ系男子としては。ねえ、山もあるよ。山。え？え、ちょ、山あるけどさ、海あるやん。ねえ、行く。海。めっちゃ海あるやん、もう。綺麗。カメラ。やっぱり、うん、景色ってここよりここだよね。心のシャッター綺麗や。いちご狩り行きましょう。わ、あ、ここですか。はい。行きます。あ、鳴ってる。うわ、めっちゃ赤い。綺麗だよ。いちご。めっちゃ赤い。うわ。すごいですね。結構、ハウスって小さいんですね。そうです。この辺のハウスは、うん、こう小さくて、暖房を一切使わずに、うん、石の反射熱で温めてます。石の反射。だからこれ段になってるんですか、ここって。そうです、そうです。あ、そうなんだ。こういう小さいハウスがいっぱい。え、外にあるあの大きいのは何なんですか。大きいハウスあったんですけど、この苗を作るハウスなんです。あ、じゃあそっちで育てて、こっちで石の間に植えて育てるっていう、はい、蜜が出るんだ。うん、ね、だからこうやって段々になってるから日当たりもいいしってことなんですね。今めっちゃあったかい。あったかいよね。すごい。あとあの気になったんですけど、いちごをこうやって食べるのもいいんですけど、パフェとかなんかスイーツが看板であったんですけど、はい、それは店で、さっきのお店のところで、あ、はい、食べれます。お店で食べられるそうです。なので、いや今ちょっとね、今から今からこれもらったから買うから、買って新鮮なやつを食べてからちょっとね、そうですね、スイーツの方もいただきたいと思います。あ、じゃあちょっと早速やりますか。ヘタの上のところ、上のところ挟んでください。指で挟む、2本目で挟んで、はい、はい、ポケット。あ、え、すごい、めっちゃ簡単に取れるんだけど。俺もやりたい。やってみ、やってみ。これ大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。え、すげえ。こう、これをポキッ、ポキッってやるの。ポキッって、ほんと。おぉお母さん、こうやってやってんの。お前、ふんって言って逆に言ったやんけ。いや、まあちょっと角度がね。じゃあ食べますか。
せっかく、はい、美味しい食べ方とかあるんですか、はい、まずはそのままそのままそのまんま、はい、じゃあ手につけあつけらずにそのままって言ってたでしょごめんごめんいただきます。いただきます。甘っ。美味しい。めっちゃ甘い。すごい美味しい。え甘いね、うん、秋姫っていう品種になりますので、うんうんうん、この辺の、あの久能の品種になります。あ久能山でできた、はい、できた品種なんですね。品種です。へえ。あここでしか食べられないとかっていう。そうですね。あこの辺が、まあ、秋姫。うーんめちゃくちゃ甘くて美味しいです。カフェに行ってパフェとかも食べたいと思います。行ってきます。あすごい。えおすげえ。パフェとふわふわいちごになります。いただきます。それはレイヨーの話？いや買おうよ。うん。美味しい。美味しい。うん。暗くなっちゃうね。食べよう。やっぱいちごうまいね。うん。うん。うん。うまい。ちょうだよ。ちょうだよ。あれですか？例のあれですか？ちょうだよちょうだよ。あーんってやつですか？あーん。いちごいる？いるよ。なんで乗せてくれないんだよ。すごい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 。初めての共同作業。えこれこれあれですか、大丈夫ですか。あのマナーになマナーに反してない。いやーちょい怪しい。あ。なんで。あ、おいしい。おいしい。おいしいんだけど、はい、なんでスプーンを入れてからグッてやったのよ。形的にこうなってるじゃん。そういえばお母さん、すげえ階段があったんですけど、さっきビニールハウスに向かうときに、はい、あそこを登っていくと東照宮行ける。そうです。こちらからは正面になりまして久能山東照宮に行けますね。へえ。1159段の階段が。さあやってまいりました。お前いつワープしたんや。飛んでへんやんけさっき。どっかしらでね。どっかしら飛んでたの。どっかしらで飛んでどっかしら回ってるところで飛んでた。あそうなんですか。あそうですか。からワープした。なんでここみたいな感じ。はい。美味しいですね。いや登るよ、はい、久能さん。久能さん余裕っすよ。登っていきますよ。何段だったっけ。1159段あるそうです。1159。まあ見てこれもう1150。え余裕だよ。タクシーの運転手が言うには、うん、えなんだっけ、いいご苦労だっけみたいなやつだよ ねいいご苦労してきたねって言って言われるから。わかりました。まあでもいいご苦労してきましょう。してきましょう。行ってきます。綺麗。やっぱ海いいね。ってかすごい水平線こんだけ登ってきたんだね。ちょうどさこの木がさ、うん、いい感じにさ、これいいね。画角がいいねこれ。これは撮っといて撮っといて。これは心に残そう。撮らんのかい。おお600段だよ。あ余裕じゃないじゃん。結構登ってきたね。そうね、もう、ね、いやーすごい。すげえ。やっぱね海綺麗だわ、ね、俺どんだけ海好きなんだろう。あるー。 あるんだ。階段ある。でもなんかいい映えスポットまでやってきました。ていうかさあ、そろそろ着くよ。ラストスパートで段が高くなるのやめてよ。やめてよって門くぐります。はい門くぐります。1159段がくぐりました。ガンダムめっちゃ置いてある。結構ハイカラなものがあるね。くまモンとかプラモデルの始まりは静岡から。あーそうなんだ。そうだよ、バンダイの工場があるからね。さっきあの朝多分伊藤さんとかが言ってたんじゃないかな。あそうなのね。あそれであのオープニングの時言ってたじゃん。あのこの作品をあげてください家康様って言って。そうね。これ一あこれで終わり。はい終わり。1159段踏破。意外といけたね。でしょ。あ、こんにちは。こんにちは。国宝の方です。
人間国宝今日ご案内していただくということで、久能山東照宮の竹上と申します。竹上さん、よろしくお願いいたします。小林と土田です。今日は一日よろしくお願いいたします。そうしましたら、まずどうぞ。こちらでお祭りしている神様が徳川家康公ですので、まあ、家康公の御利益にあやかるようなお願い事が一番いいかなと思いますね。出世とか、そうですね、健康とか、ね、うん、そういったのが健康にしよう言わないの、そういうことはい、健康にまつわるね。そうね、あ、まず自己紹介をやっぱりいきなりお願いすると失礼だからさ、家康公にね。そうそうそう、なるほどね。そう、まあ、じゃあ次行きましょういよいよ、あの家康公のお墓、ご神廟と思うんですけど、こちらはですね、まあ、その久能山東照宮の中でも特に神聖な場所になります。じゃあ当時は普通の人入れなかった。そうですね、江戸時代はこちらには一般の人はもちろん入れる場所ですね。すごい立派だ、はい、ね、すごいね、これは何だろう、まあ、この今、目の前で見ていただく宝塔って言って、石造りの、まあ現代風に言えば墓石みたいなものなんですけども、家康公がお亡くなりになられてすぐにこの久能山東照宮にご遺言で埋葬されたんですけども、その後ですね、三代将軍家光公によってこのお墓のこの宝塔が建てられたということですね、はい、こちらの久能山東照宮はこちらにご遺体はあると考えております。まあ、神道神社の神道においてはその御霊、つまり魂をこうお分けして、祀ることをよくしますので、はい、こちらにですね、埋葬されて、まあ、物理的に考えて1年後に日光に移すようにご遺言だったんですけども、その1年後に掘り起こしてですね、何ヶ月もかけて、当時は電車も車もない時代ですので、かけて日光の方まで運ぶというのは考えにくいと。なるほど、まあ、それ以外にもいろんな理由はあるんですけども、そういうことからすると、おいたらこちらに御霊を分けられたと、御霊を分けてお祭りしていると、ただ一つ言えることは、家康公のご遺言、家康公のご意志によって、祀られている東照宮というのは、この久能山と日光 の2つだけになりますね、はい、ここが刀剣の、そうですね、久能山東照宮博物館、なるほど ね、 ね、ちょっとワクワクしてきた ね、 ね、でも中ではね、乱舞しないように1から100までご案内していただきました本当にありがとうございました。そろそろお時間のようでございます。ぜひこの番組の感想や私たち声優にやってほしい、やってほしいことなども含めてどしどしコメントを送っていただければと思います。来週も我々5人でお送りいたします、はい、そしてこの番組の Twitter、 それから YouTube チャンネルが開設されております。皆さんこちら出てきてますよ、ね、チェックしてくれてるでしょうか。見てください、はい、プレゼントの、ね、内容なんかもこちらで発表されると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。マッチボイス、静岡市清水日本平に編、いかがでしたでしょうか、うん、次回も街の魅力バンバンお届けしていきたいと思います、はい、うん、それではまた、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。